你幫我影佢，幫我影 B B。嗯，細啲咩？哦，細啲。哥哥，你幫我影 B B 啦。係啊，哥哥，哥哥。我過嚟啦。呢度影 B B。哦。那我都接啦。行行行。到咗呢一次。翻嚟啦。挂了，我想打那个家伙。係啊，到咗你，到咗呢一次。我聽你講。我来了。
今の季節はですね、
玉ねぎが切りでして、逆にごぼうが人気となっております。チンパンジーと言われていると思いますが、野生のチンパンジーは木の実や葉っぱなどを食べております。で、野生でもフルーツを食べるのですが、私たちがスーパーで買うような、フルーツとは少し、ね、で、そのフルーツをたくさん食べてしまうと病気の原因になったりします。で、うるさいのは言う私、代表的な病気として虫歯があります。で、チンパンジーは歯医者さんには行けないので治療が難しい。公園ではそのため、野菜を中心としたメニューを与えています。そのチンパンジーがどのようにその食べ物を第一段階として上の方でまず穴に野菜を落とします。この UFO キャッチャーがうまいチンパンジーですと自分の好きなものをどんどん落としていきます。で、次にその下の層にある穴にまた野菜を落としていきます。で、この UFO キャッチャーの下のところにですね穴がありまして、そこの穴から野菜を取り出して食べるという形になります。で、もう一つ穴がありまして、こちらの右手側のキッズルームというところになっております。で、このキッズルームはチンパンジーは入り口が小さくて入れません。今食べているのはですね、メスのチンパンジーのチコと言います。今ガラスの前にですね、メスのチンパンジーがいるんですけど、お腹に赤ちゃんを抱え